のパン美味しい昨日のお休みの日にパン屋巡りしてよかったなおかげでいい朝迎えられるわあっ今日の星座占い私1位じゃんやっぱ最高の滑り出しじゃない何何今日は好きな人のアプローチに最適な日ラッキーアイテムは腕時計ね ふん私普段腕時計しないんだけどなでも1位だしせっかくならしときますかそれで好きな人のアプローチねえうーんでもどうせあいつ気づかないだろうな鈍いし。 ま、どうせ会うしそれとなく話してみるかってやっばもうこんな時間朝ごはん優雅に食べ過ぎたもう支度しないと間に合わないじゃん早く出ないといつもの電車間に合わないっていうかこんなバタバタなんて全然1位の運勢じゃないじゃん忘れ物なしよし行ってきます お疲れ週の初めから残業だなんて君ついてないねえお互い様 <laughs> 確かにもうこんな時間だと誰もいないねそれで君は終わりそうなのえもうちょっとだけある じゃあ、私もさっき下のコンビニで買ったコーヒー飲み終わるまで言おうかな。えじゃないよ。いや、心配しなくてもタイムカード。もう私切ってるし。っていうか察しなさいよ。もういいからほら、手を動かす やっと終わった <laughs> お疲れ様じゃあ帰りますかえっなんでこんな時間まで待っててくれたのかっていやだからさっき言ったじゃんコーヒー飲み終わるまでいようかなーって言っとくけど君を待ってたのはついでよついで 勘違いしないでよまったくえこんな遅くまで待っててくれて嬉しいねえ君話聞いてたさっきから言ってるけど君を待ってたのはおまけでえ何 腕時計それが何よ普段してないいや普段してなくても今日はたまたまつけたかっただけよべ別にいいでしょ何今日私の星座の運勢1位でしたねですって 君この前朝のニュース見てないって言ってなかった今日はたまたま見たへへえ珍しいこともあるもんねははアプローチしてないわよか勘違いしないで別に君が好きだからってアプローチしたわけじゃないしたまたま今日いただけだし。 いや、何勢い余って君が告白してんのよあなたがアプローチしてどうすんのは返事いいいに決まってるでしょ君のこと好きじゃなきゃわざわざこんな時間まで君のこと待つわけないじゃないキゃちょ急に抱きつかないで守衛さんいるんだからねバレたらやばいって。 もうえっ好きうん私も君のことその好きだよ <laughs> まさか告白されるとは思わなかった一位恐るべしえっいや嬉しいよ 何よ素直に言ったんだから喜んではいほらもう帰るよえ何ってほらってそのせっかくあなたの彼女になったんだしつないで帰ろう <laughs> まあこれからよろしくね彼氏くん